世界でもトップクラスの技術とサービスを誇る日本の美容師たち。美のミシュランと称されるヘアサロンガイドブック神カリスマ東京には、その中でも特に高度な技術を持つ美容師や美容室が掲載されています。時代の最先端を行く彼らたち、その追い求めるスタイルを紐解きます。渋谷にあるヘアサロン社中、代表の宮地則義さんは独創性あふれるスタイルで海外からの人気も高いトップスタイリスト。特に淡い色を何色も組み合わせたユニコーンカラーを大ヒットさせるなど、カラーの第一人者としても知られています。派手なカラーとかっていうよりも、今までなかったけどなんか可愛いよねとか、街だったりいろいろこう目にこう止まる色ってあるじゃないですか。それをなんか髪の毛をパレットみたいな感じにして、でちょっとアートっぽく作るっていう、なんか好奇心から始まった感じがします。お客様はカットはもちろん、そのカラーデザインを求め宮地さんの元を訪ねます。このカットだったらこういう入れ方、色の入れ方をするとか、お客様の落とし込みの時には割とそれは考えますね。そんな神カリスマが追い求めるスタイルとは。デザインも大事なんですけど、まあ、工程というか、世界一髪に優しい美容師を僕は目指してて、カラーやブリーチは髪が傷む、その概念を宮地さんは毛髪科学で覆します。髪の毛がなんで傷むかとかを考えてる人ってそんな多くない気がして、やっぱカラーで傷むのってアルカリとジアミンと過酸化水素っていうやつなんですけども、じゃあそれを傷まないようにするんだったら、じゃあこのケア剤だったりっていうのをこう当てはめていってくっていう、でこう半信半疑だったお客様が仕上がりの時にこう触った時に、えってなるんですよ。でこいつもよしみたいな、もうちょい短くてもいいか。うん、かわいいね。横かわいいね。これかわいいね、うん、なんかその彼女の顔と薄いピンクがね、パッツンっぽい感じのカットラインが似合うのかなって思います。トレンドに合わせ秒速で進化する宮地さん、そんな彼がやりがいを感じる瞬間は、でもお客さんが喜んでるところとか、僕のなんか思い描いてた、まあ、いいシルエットのカットでいい色味が出てってなると、こう店のスタッフとかもこうちょっとこうわーってなんかすごいいい空間というか、でお客さんもハッピー でそれがなんか次々と連鎖していくっていうのはやっぱやってて、なんかどんだけ疲れててもなんか吹き飛ぶみたいな、あの瞬間じゃないですかね。多分美容師さんみんなそうなのかなって思います。美しさと感動を与える神カリスマたち、今日も人々に笑顔を届けます。